今回挑戦するのはハッピーくじ、サンリオキャラクターズディスコ。なんといっても今回の採用目当ては全10種のフィギュアショー、そして全7種ある可愛いぬいぐるみチャームショーが1個でも多く欲しい。大賞にも葵の好きなポムポムちゃん、私の好きな魚丼師匠が控えているのは心強い限り。サタデーナイトは9時でフィーバルぜ、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、アウク TV の葵です。かわおもう、イエーイ。さあ葵さん、今回は何回挑戦したのでしょうか。親子3人一発勝負、合計3回挑戦しました。それでは早速引いてる予想ご覧ください。さあ始まりました、今回私が大楽しみにしておりましたサンリオキャラクターズディスコでございます。はい、何しろ私のお目当ては魚丼師匠、そして葵のお目当てはポムポムちゃんとなっておりますよ。はい、ママは葵のお目当てを狙うようですね。ムカただね、こちら最近の主流なのかな、景品がね番号ごとに振ってありましてね、うん、例えばフレークシールセットというものでもね、その中でも魚丼師匠であったりポムポムちゃんというふうに番号で割り振られてるので、なかなかねピンポイントに好きなキャラクター抜くっていうこと自体が難しくなっておりますね。はい、なのでまずは賞はさておきね、好きなキャラクターの絵柄ゲットすることが第一かなと思っておりますよ。ポムポム来い。まずはパパが半魚丼をギョドンと抜いちゃいますよ。頑張れ。おっとおっと、葵の願いが通じたのか、パパは何をまかり間違ったかポムポムちゃんを引いてしまいました。やったー。葵がすごく喜んでおりました。くじにねポムポムって書いてあるとなんか嬉しいよね、うん、続いてママね、ポムポムちゃんか半魚丼お願いしますよ。お願いします。ママはパパと同じくスクエアポーチね、しかもマイメロちゃんでございますね。はい、まあ、かわいいんですけどね、まあ、みんながねさほど狙ってなかったということでちょっとスンスンな内容でございますね。うん、最後葵しっかり締めてください。半魚丼をくれてやる。はい、葵お見事、半魚丼でございますね。これでねお互い交換ということですよね、うん、いいですね、譲り合いの我が家素晴らしいです、ね。はい、早速景品の方で見て楽しんでいきたいと思いますよ。うん、フレークシールセット、私がゲットしました。スクエアポーチショー、パパとママがゲットしました。はい、ということでね景品見ていこうと思うんですが、まずね賞の等級で言うとまあ正直解消まみれかなという感じではあるんですけれども、うん、私ね結構嬉しいですねこれね。フレークシールセットとなっておりましてね、まず袋の方がねこれねちゃんとジッパーロックねされてますんでね、いろいろまた使えそうですよこれ、うん、ね、ぜひ使いたいと思いますね。はい、そして袋の中にあるシールなんですけれど、はい、まあ、細かいものいっぱいですし、まあ、正直魚丼師匠じゃねえものもいっぱいあったりはするんですけれどもまあ今回のねディスコに合わせたね絵柄なんかもあったりはするんですが、うん、すごいね全部でね20枚以上あるかな。ほー、
あとでねちゃんと数えてみますけど、はい、すごい多いね。で小さいからいろんなところで、ね、ペタペタ貼れそうですね。うん、まあパパがもらうんでパパがどこにペタペタ貼るんだいって話にはなるんですけど、へ、うん、会社のね仕事場とかに貼っちゃおうかな。でもね大きさはそんなでもないんでバレなさそう。いいですね。うん、続きましてはパパとママが仲良くゲットしました。はい、スクエアポーチになりますね。うん、ママはマイメロちゃん、そしてパパはポムポムちゃんをゲットしましたよ。はい、いいですね。なんかねそれぞれね衣装もねちょっとディスコ風味な感じなのかな。うん、うんうん、かわいらしい。うん、マイメロちゃんってさリボン2つもしてたっけ。いやね、そうだよね、そこら辺もおめかししてる感じがあるよね。うん、できればね、まあ、やっぱりフィギュア、ぬいぐるみ、ここら辺はね、一個欲しかったかなと思いましたけれども。はい。まあまあ、仕方ないね。今回はね、私の左手がね、本当に力を発揮しなかった。という感じですかね。次回はね、なんとかお目当てね、あったらゲットしたいなと思うんですけれども。うん。まあ、こんなこともありますよね。前回がね、ポケピース素晴らしい成績でしたからね、はい、そちらの方に寄ったのかなっていう感じね、うん、うんうん、こんな回もあるさということですよね。まあ次回ねまた頑張っていきましょうね。うん、今回はハッピーくじサンリオ結果報告開封編をお送りしました。それではアウさん、今回の結果の感想をお願いいたします。はい、ポムポムちゃんもらったし、あのパパにハンギョドンも渡したので交渉成立となりましたが、フィギュアとかぬいぐるみマスコットとか欲しかったのが残念でした。次回は頑張ります。私も頑張ろうと思います。これからもくじの開封結果報告どんどんアップしていきますので、くじ動画見たい方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回は一番くじスパイファミリーを公開する予定です。それでは次回も一番くじでお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。